皆さんこんにちは。愛媛県西条市着物しおみです、11月16日第42回目のライブ配信を行っていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。はい、今日ですね、愛媛県西条市の方も成人式が、開催する方向でですね、準備の方が進んでいっております。大丈夫？音声がね、まだね、減ってないようですが。さあ、こんにちは。減ってますね。はい、大丈夫そうです。今日は、後ろを見ていただくと、絹田屋さんの振袖をかけております。横をね、見ていただくと、横にはね、あ、こっちね。はい、こっち。違う人。携帯 iPhone でね、ライブ配信をしておりまして、こういう時ね困るんですね。電話がどんどんかかってくると。綺麗でしょ。で、今日はちょっと年明け向けての振り袖の新作の発表を、していきたいなと思うんですが。今年もやっぱり圧倒的うちはですね、赤の振袖がやっぱり強いんですけど、まあ結構古典って言われるお客様はね、必ず着物しおみの方に一度足を踏み入れていただきたいんですが、いろんなね、古典文様のものがあるんですが、結構うちはやっぱりメインとしてさせてもらってるのが藤井宏先生だったりとかですね。久保孝さんだったりとかですね、こっちが藤井先生ですね。で、この隣の白地の分が上原さん、いいね、こんにちは、ありがとうございます。いいね送っていただきありがとうございます。で、久保孝ね、こちら久保孝さんですね、久保孝さんとかですね、あとまあ結構古典派でいうとうちもね、あと強いのが桐田屋さんだったりとか、あと一部ね、染野北川さんの重たいものをたくさん持ってます。で、ちょうどメーカーからですね、いろんな撮っただろ今バッチリ映ってるバッチリはい、開き直って次行きます。で、結構今年白地が言われますね。はい、で、ちょっと大きめの柄のすっきりした感じっていうので、これもヒーナっていうところのねブランドで、まあ、切るとこういう形になって、で、帯がね、ここから帯が来ますね。はい、こういう感じで、で、赤字、赤はね、こんな感じですね。これもお正月向けての発表柄なんですが、もうお母さん方がね、今見学にたくさん来ていただいておりまして、やっぱり新作みたいということでね、早くに準備をさせていただいております。まあ、全部がね、まあ、揃ってるわけじゃないんですが、染め上がってきたものからね、もう店頭の方にはディスプレイさせてもらって、12月クリスマス前から本格オープンという形でさせていただきます。今ちょっとね、人気が出てきているのがこの赤が黄色系の色とかがすごく人気が出てきて、これやっぱもう数がね少ない、これ山吹色、これもすごくかわいいね、かわいい感じで、これがだいたいセットで38万円ぐらいです。
と黒でもさっきのねパリッとした古典のものもあればこう可愛らしい立花の柄のね立花桜ですね。この辺も今回ですねうちを目玉品として出しております。札の作り違う札がないこれん、ああ簡単にしてで、白地の古典、うん、古典でもこうちょっとリーズナブルなラインで準備したのがこの感じですね。で、着物ってうちもお客様来ていただいた時にアンケートを書いていただいてるんですけど、まあその中で好きな色とか着てみたい色とか柄の感じとかって書いてもらうんですが、いまいちこうお嬢さんも初めて見るし、あの古典っていうのはどういうもんかとかモダンっていうのはどういうものかっていうのがわからないんですね。でもなんとなくの感覚にはなってくるんですけど、ちょっとこうゴージャス系でドレッシーな感じでいくと紫にね菊花で結構こう今年は紫の色もねすごくいい色が出てます。広げるだけで暑くなってきた今日は暑いね暑いで、この着物なんかはこう差し色のこうオレンジとかブルーとかターコーズ色っていうのがすごく綺麗に表現されてて楽しい着物で、さらに次のこっちは白いぼかしを入れてるんで、まだあのぼかしってこう華やかさがねこう際立ってくるんですけど、もうこういうねぼかしなんかも今年はすごく人気があります。あの本当にもうドレッシーな感じっていうのが大柄大きい柄でこうちょっと地焼き青い地色が、まあ、多く取られてるっていうので、で、まあ、こういう地焼きで大きめな柄すっきり柄っていうのも結構要望が多いです。で先ほど今言いかけたのがその着物だけの好き嫌いもあるんですけど、着物っていうのは帯があって長襦袢があって帯締め帯揚げ重ね襟半襟刺繍襟ですね、とかあってですね、トータルでどういうバランスで仕上げていくかっていうのが、まあ、個性をこう出していく感じになってくるんですけども、例えばですね半襟っていうこの部分この半襟のこの部分だけでも色を変えるだけで全然イメージが変わるんですよ。例えばもう私がやってる着物にこういう襟がバリバリみたいな変えるだけでも、うん、今日マイク入ってないの、ここで拾ってる。そう本当最初言ってん入ってないよ言ってで、こう入れるだけで全然こう雰囲気がねこう変わってきますね。入ったいつだね、はい、で、まあ結構この入ったやっぱもう一回詰め合わせないからね。で結構こう豪華な刺繍で、この辺はね刺繍襟の中でも超豪華バージョンなんですが、これで完璧じゃ。なんだ？これはですねもう超本格派の方、これ手刺繍なんですけど全部こう鞘形の刺繍が入っていて、金刺繍が入ってます。でよく見ていただくとですねすごいでしょう、これ
こう全部柄なんですよ、刺繍が。普通で普通の半襟っていうのが、ちょっと分かりやすいものを出すとですね、こういう感じで、音、こういう感じで、真ん中この部分が刺繍がないんですよ。でこれは総柄全部刺繍が入ってますね。でじゃあこれどうなるんかっていうと、この空いてる部分っていうのはこうなるでしょ、こうなるんですね。で前は柄がもちろん入るんですけど、後ろのこの部分っていうのが襟ぐり、こうなった後ろのここが襟ぐりって抜くところ、ここが実は普通は刺繍がないんですけど、この部分にも刺繍が入っているという。ハートありがとうございます。ハートいただいたらすぐ返事せんとね。こうなって後ろの襟ぐりが出る部分、この前とこの後ろのここがね、今日スタッフこの後ろのこの部分ですね、首の後ろ、ここもしっかりと刺繍が入ってるんで、まあ、スーパー豪華になるというものですね。これは手刺繍なんで非常にまあお値段も立派なお値段がついております。で襟もまあこういうかわいい赤のものからですね、G色の色がこう 赤いものに刺繍が入っているもので、白地に刺繍が入っているもので、黒地に刺繍が入っているものとか、でうちも結構得意なのはこの白地に金糸銀糸の刺繍、白金ですね。でこれも結構ベストセラーで、人気の高い、これは鶴ですね、なってます、はい。でこの、まあ、着物があって、でこの襟があって、でまあ袋帯がねあって、帯なんかもたくさんこうあって、その着物に合わせて帯を選んでいきます。でこういうところで個性っていうのがすごく出し切れるんですよ。あ、俺固まってるね、飛びよるね、こういう感じで着物に合わせて帯を合わせていきます。あ、上上げて上一回、ね、大丈夫、うん、グラグラしてる、グラ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 したな。笑うにしとこわい。でまあ帯着て、であとは襟とかにねもうなってくるんですが、それに合わせて重ね襟がたくさんあるんで、まあその色とか好みの色に合わせて、そうこの、ね、レースとかね、パールでストーン、いろんなある。で五重重ねとか、こういう柄が入ったようなものとか、ね、こういうのとか。で、あとは頑張っとるけど応援してくれるよね。で、
ここにちょっと出していこうか。こういう帯揚げなんかもちょっとのことなんですけど、あのいろんな種類があって、ね、色がたくさんあるんで、こういうものをうまくこうバランスよく合わせていって、両で両まだよくやるけど、今日は暑い。どうせもうちょっと出しようか。でか黒とかね、あごめん当たり。まあこういうふうにあのいろんな色があるんで、その着物と帯合わせて、で帯締め帯揚げ。あのここ帯締めうまいことちょっともうちょっと綺麗にしとかないかなと。帯締めなんかパールとかのこうめっちゃね、あの可愛い小物がたくさんあります。で色もたくさんあるんで、電波がいまいち良くないね。画像が良くない。うん。で、あの着物って身長とかがあってですね。今ですよね。で、S、M、L、まあレンタルもそうなんですけど。S、M、L、LL みたいな感じで、3、4段階ぐらいのサイズで展開させてもらってるんですよ。で身長が150センチぐらいから162、3センチぐらいまでの方は結構どれでも合わせやすいんですけど、特に身長が高い方っていうのが、まあ、167センチを超えてくると生地の幅だったりとか丈の長さだったりっていうので結構こう規制じゃないですか、かかってくるんですね。全部中から選べれるっていうわけではなくって、やっぱりこう生地の幅が広いもの、丈が長いものっていうのを別口で作ってますんで、そういうのを準備 しないといけないんで、まあ、こういう色がいいとか好みがあればですね、そういう方は先にね、早めに我々呉服屋さんに相談をしてみてください。あとこういう草履バッグなんかも S 寸とフリー寸と L 寸っていうので分かれてるんですよ。これ本物ばっかりなんです。で、これは S、L とか LL とかっていうのはうちの方も、たくさん押さえてますん でそれもたくさんあります。S 寸今日はちょっと久しぶりに寮で勝負して言い切ってるからねたまにはちょっと寮を見せとかないかなっていうところで、いいか、めっちゃ暑い。あ、じゃあまずちょっと全体の振り袖のどうでしょうか。皆さん好みの着物はありますか。振り袖はあこれかわいいなとかと思うのがあればね、どんどんいいねを押してください。うちがやっぱ得意なのはね、やっぱその古典派、古典の藤井宏先生だったりとか吉川選手さんだったりとか、吉川さん、白木さんとかがね、得意なところではございます。あと絹田屋さん、久保孝さん、っていうところで
今回はね第42回100あこれあそうそうあとねこれ最後ねこのちょっと変わった色目の着物もあります。何色って言ったらいいんだろう。のしめにね菊の柄なんですけど、これも吉川選手さんの着物ですね。迫力ありますね。金箔の使い方がすごく上品です。はい、もう個性的にって言われる方はね、ぜひこういうお着物をね着てもらいたいですね。はい、今日はちょっと動きすぎて体力を消耗しております。あ、なるほど。暑い、ちょっとね、暑いです。頑張りました。11月16日ですね、第42回配信の方を、これでね終わりたいと思います。次回、今週は着物の日ということで、11月15日が着物の日でね、先日の配信で、着物着ましょうということを今アピールさせていただいているんですけど、ぜひね着物を今週1回ね何とかね袖を通していただきたいなと思います。はい、着付けの方もねどんどん承りますので、お出かけをね着物でしてください。何でもね相談させていただきますので、あと今西条市のワクワクポイント、万歩けの読み取りリーダーをうちの会社も設置してるんですけど、たくさんの方がねピッてやりに来てもらってますので、ぜひね万歩計をお持ちの方遊びついでにね寄っていただきたいと思います。それでは次回の配信をお楽しみお待ちください。以上です。